皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は文字入れ脳トレです。四角の中に同じひらがなが入ります。ひらがなを入れて単語を完成させてください。問題は全部で6問あります。回答時間は20秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はこでした。志となります。これは簡単でしたね。どうですか？このように同じひらがなを入れてくださいね。それでは次に行きましょう。2問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はうでした。運動靴となります。これもまだまだ簡単でしたね。さあ次に行きましょう。3問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はんでした。試験管となります。時間内に分かりましたか？4問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はんでした。カンニングとなりますね。5問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解は小文字のよでした。教科書となりますよ。どうですか？わかりましたか？最後の問題です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。
答え合わせです。正解はんでした。新幹線となりますよ。マスが3つで難問でしたが、わかりましたか？法律では新幹線とは主たる区間を列車が時速200キロ以上の高速走行ができる幹線鉄道と定められているそうですよ。以上で問題は終了です。いかがでしたか？この動画で使用した文字入れノートレは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。